どうもショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今朝の6時31分です。今から外に出かけようと思ったんですけども、外すごくどんよりしてます。雨が降っていて、しかも寒いです。なので、今日は外撮影諦めます。前回ライブ配信をした時に、久しぶりに断捨離デーが見たいですという、ご意見いただきました。で、僕もそういえば今年に入って1回もそういう断捨離だったり、その定期点検いる中の してないなと思いましたので、今日は本当に久しぶりですね、何ヶ月ぶりぐらいでしょうっていうぐらいの久しぶりの断捨離デーをやりたいと思います。何も不要なものがなくて、今回断捨離するものは 1,2 個みたいな、そういうオチもある可能性もありますので、そこら辺はちょっと自由にやっていこうと思います。機械もバッチリ済みましたので、それでは早速始めていきたいと思います。それではまずどこから行きましょうか。じゃあまずこちらから行きましょうか。エアコン、電球 OK、 カーテン OK で、このパキラも OK です。で、カーテン OK で、この布団もちょっと OK ですね。はい、ということで、寝るスペースはとてもすっきりしています。で、次に仕事スペースなんですけど、ここがちょっと点検が必要かもしれません。まずこれはマイクアームなんですけども、これはここに常備つけておけば OK です。そしてこのパソコンのモニターカバー、これがなんか若干汚かったりするので、もうちょっとなんかいいアイディアがあればいいんですけども、とりあえずこれはこれ OK ですと。で、続いてこれが充電ステーションというか、ガジェットを充電するスペースですね。はい、これもここで OK です。さらにズズイと下の方に行くと、これは椅子で、これ膝掛けですね。で、これまだちょっと寒いので、こういった暖房器具ですね、これ用意しておきます。お花 OK です。で、カバンはですね、カバンの中身は、カバンの中身に関しては前動画で撮らせてもらったんですけど、ちょっと新しくですね、匂いを防止するためのアイテムをちょっと取り入れました。完全にこれ余談なんですけど、これをこうやって首に塗ったりとか、耳の裏に塗るようにしてからですね、その男の汗の嫌な匂いってあるじゃないですか、男性の。それがかなり抑えられました、実際に周りからも、あれ今日匂わないですねって言われることも多いです。セミナーの時これつけてたんですけど、いや、これつけててよかったなって感じがしますね。そう、概要欄にリンク貼っておきます。で、あとは、靴べら使ってないですけど、外出先で使うかもしれないんで、で、あとはこういったものですね、電池と、で、これも必要ですね、バックアップ用のカードと、あと電池、これ必要なので、これ大丈夫ですと。あとは非常にシンプルですね。はい、大丈夫です。カバンは OK です。で、ここら辺の棚も、OK ですね。必要なところに必要な配置がされています。で、問題はもうここですね。よいしょと、これはですね、僕が今年の初めに、無償に誰が世界を牛耳ってるのかなっていうのがちょっと知りたくてですね、こういった本を買ってったんですよね。そう、でも、途中で読んで終わったというか、他に優先順位高いやつが出てきたので、全然読めてないんです。これはちょっと読みたくて読めてないんですけど、でもね、迷ったら捨て。で、こういったメモに関しては僕が尊敬する人たちだったり、いいセリフだなとか思ったりしたら、こういうメモってるんですけども、そう、こういうのは日頃見返したりするんで、この2つは残しておきます。よし、 OK ですね。で、あとは下の方なんですけども、この部分はもう大丈夫です。で、あとじゃあここですね、ここを点検していきましょう。これぶっ込みスペースなんですけども、こんな感じになってます。とりあえずぶっ込んどけばいいみたいなスペースを作ってます。例えばどういうものが入ってるかっていうと、こういったカッターだったり、のりみたいな文房具もありますし、ガムテープだったり、輪ゴムみたいな、こういうのもあります。こういったものをただ適当に入れておけば、整理整頓しなきゃいけないっていう、そういうプレッシャーからも解放されますし、あとはこういった何て言うんでしょう、こまごましたものっていうのは、ある意味一箇所にまとめて隠しちゃえみたいな、そんな感じでやってます。そうすれば、すっきりとした空間は保てるのかなっていう感じで、誰かのネットを見てそれを真似したって感じです。一応カテゴリーには分けているつもりです。これが文房具関係で、こっちが歯だったり、お肌だったり、髪の毛だったりっていう、その身だしなみ関係ですね。
でこっちが仕事で使っている例えば EMS 伝票を入れるパウチだったり領収書をまとめるやつだったり、これは清掃道具なんですけども、あでもこれは僕が 2,3 年前に買ったこういったカメラを掃除するための道具なんですよね。なんか懐かしいな、なんか出すだけで懐かしいんですけど、こういうオープナーだったりこういったやつですね、なんかオープナー的なやつですね。であとはここに大量の電池があるんですけども、使わってない、まあ電池は確かに使うっちゃ使うんですよね。でもここ1年間ぐらい1回も使わずにこの中にあるっていう。でまあ使うかもしれないから、まあ、仕事どう迷ったら捨て、電池は買い戻そうと思った時に高くついてしまいそうなので残しておきました。であとこの EMS 電票を入れるためのパウチですね。これも最近はもうユープリタッチのやつを使っているのでこれも必要がなくなりましたね。はい、断捨離です。よし、これで OK ですと。で次にこっちなんですけども、こっちもまあある程度ぶっ込みスペースみたいな感じで仕事道具だったりヘアドライヤーだったりなんかこう家電というか電源コードだったりそういったものが置いてあります。この中は特に不要なものはないのでこれは OK です。はい、ということで仕事スペースは以上ですね。はい、すっきりしました。じゃあ次にこの洋服スペースを見ていきましょう。ちなみにこの上にある枕とライトは現在進行形で使っているので大丈夫です。でこの服に関しては、まあ、マフラーはもう時期じゃないかなと思うんでクリーニングに出そうと思います。でここら辺の、まあ、セーターだったり、これは無印良品で2年前に買ったセーターなんですけども、12,000円ぐらいしましたかね。結構毛玉もすごいですしヨレッとしてきたのでこれはもう今シーズンで終了かなと思います。まあ洋服関係も基本的には大丈夫そうです。じゃあ次にこっちのキッチンスペースに行きましょう。なんか年季入ってるなって感じしますよね。はい、まあ気にしないで行きましょう。でこれ食器 OK、 鍋 OK、 ここら辺も OK ですね。はい、でまあちょっと汚いんですけど掃除しておきます後で。で下に行くと食材スペースです。こうやってむき出しになっているのはちょっと気にしないでください。結局 2,3 日で食べ終わるので。はい、で冷蔵庫スペースですね。これも、まあ、今中身こんな感じになってるんですけども、これもだいたい1週間ぐらいでなくなります。でこれプロテインですね。でここら辺が調味料関係なんですけども、まあ、これも全部使っていますのでこれも OK ですと。はい、でこの懸垂バーも使っているので大丈夫です。で続きまして、よいしょ、お風呂スペースなんですけども、まあ、ここも何もないので、はい、大丈夫です。よいしょ。で、次、こっちですね。最後の、多分、難しいところですね。こんな感じ。まあ、いろいろ元箱だったりが入っております。で、この元箱を捨てないんですかっていうふうに疑問が飛んでくると思うんですけども、元箱に関しては、これ、パソコンだったり、ガジェットは、売るときに元箱があると、やっぱり売り値が全然変わってきますので、こういった箱は、取ってあります。奥に見えているのはカメラ用の元箱です。でこれは iPad を入れるためのケースなんですけども、これは、捨てちゃダメって言われているのでこれは捨てませんと。で奥にあるのが契約書の書類とか税金関係のやつとかが入ってます。これ必要ですね。でこっちがですね、なんか掃除用具ですね。クイックルワイパーだったり、あとこれは靴を磨くための用品、こんな感じ、こうやって入ってます。はい、でこれ現在進行形で使っているのでこれも大丈夫です。で奥に見えているこれは春服だったりネクタイだったりがこの中に入っています。まあそろそろ模様替えの時期かなと思うんでこれは、後日出そうと思います。はい、で OK ですね。これが布団カバーで仕事道具で、この下が掃除用具みたいな感じになってるんですけども、この中で使わないやつは、で奥にあるやつは税務処理がいっぱい入ってます。で掃除用具に関してはなんかいっぱいギュッと詰まってますけども、まあ、全部使っているやつなので OK ですね。はい、で玄関スペースはかなり狭いですけどもこんな感じになっておりまして、まあ、光のルーターがここにありますと。で靴が1足2足で、これはもう雨の日用だったり近所出るときにしか使っていないボロボロの
靴ですね、これもっと履き潰して本当にボロボロになってから捨てようと思います。あとスニーカーが来たら捨てようと思います。今はこっちの靴をメインで使っているわけなんですけども、ちょっとブランド名忘れてしまいました。使ってるんですけども、もっとここら辺がしっかり興味磨きできたらいいなと思ってます。今回はこんなところでしょうか。基本的に食べるか仕事するか寝るか、この3つですね、この部屋でやることっていうのは。正直今回は不要なものは出さないと思ってたんです。もう断捨離するものはないだろうっていうぐらい、その必要なものしか入れていなかったので、厳選して入れるようにしていたので、不要なものはないと思ってました。ずっと同じことを貫いてる人って僕はすごくかっこいいと思うんですけども、まあ、僕はまだまだ瞑想というか、まだまだいろんな可能性を探っている状況なので、前はバリバリ必要だったものが今全く必要じゃなくなっていたっていうものが、まあ、中にはありましたと。っていうのと、今回も僕が一発目の断捨離からやっている基準ですね、迷ったら捨てっていうことをやっていったら、やっぱり捨てやすいです。断捨離すごくしやすいなっていう感じです。別に断捨離することがいいっていうわけではないんですけども、やっぱこういったものってすごく迷うんですよ。正直使おうと思えばいくらでも使い方はありますし、そう、でもやっぱ日頃こういうのを見るとやっぱ意識持ってかれてたんですよね。使わないけどどうしようかな、そして邪魔だなっていうふうにも思っていたので、そう、こういったのも読まなきゃな読まなきゃな、まあちょっと読んではいたんですけども、なんかこう頭の片隅でやんなきゃやんなきゃ、片付けなきゃみたいな思考がやっぱちょっとずつ持ってかれている気がしてたんですね。なので、まあ、今回こんな感じで動画として処分できるっていうことは、まあ、よかったのかなというふうに思います。そうですね、今回お伝えしたいことは以上かなと思います。次いつ定期断捨離をするか分かりませんけども、楽しみにしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。